勝負士官士は、高田川部屋に所属していた大相撲力士。最後の出場となった2020年3月場所時点の体格は、身長 165.0cm、体重 111.3kg、最高位は東三段目11枚目。現役中に死亡した力士の一人であり、2020年4月に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの中で、同感染症を発症し、 同年5月に死去した。これは、日本国政府が把握する限りで、新型コロナウイルス感染症による、日本国内初の20代での死亡事例であり、日本のプロスポーツ選手における初の死亡事例である。小学校の頃より柔道をはじめ、海野市立竜王中学校に入学した。母親が、高田川部屋の行事と知り合いであったことから、 一年の頃に九代高田川がスカウトに訪れた。その時に、共に柔道部に所属していた幼馴染みである、竜電強しいたりを目に留め、前橋育英高校への進学が決まっていたが、熱心な勧誘をして、力士としている。勝負師は、竜電の後を追う形で高田川部屋に入門し、竜電が関取になると付き人を務めていた。裏方として真面目なだけでなく、 明るく表金な性格で部屋のムードメーカーであったという。2014年より、糖尿病による低血糖障害を患っており、インスリン注射の投与を必要としていた。小柄な体格を生かし、食りの常連 D 士として、巡業や花相撲では知られた人気者だった。初めて食りの相棒を務めたのは、東韓部屋所属の高見里勝吉で、2014年4月の 神奈川巡業で初披露。高見里とのコンビは2018年4月の長野巡業まで続いた。高見里の引退後の2018年の夏、巡業からは同部屋で同学年同期デビューの恵比寿丸ル樹とコンビを組んだ。2020年5月15日には2月の花相撲で演じた生前最後のショッキリの動画が日本相撲協会公式。 YouTube チャンネルより投稿されている。2020年4月4日、38度台の発熱の症状が出始め、勝負師の師匠である9代高田川原が保健所に電話をかけたがつながらず、近隣にある複数の病院に診療を依頼したが、受け付けてもらえなかった。4月8日には、血痰の症状があったため救急車を呼んだが、夜になるまで搬送先が決まらなかった。 搬送先の病院で受けた新型コロナウイルスの簡易検査の結果は陰性であったが、翌日症状が悪化し別の病院に転院した。4月10日に PCR 検査で陽性と判明。同月19日に症状が悪化したため集中治療を受けていたが、5月13日0時30分、新型コロナウイルス感染症による多臓器不全のため死去した。 日本相撲協会所属の現役力士の死亡事例は2008年12月に死去した幕下若三雲名正弘以来11年5ヶ月ぶりの出来事となった。新型コロナウイルス感染症による日本国内のプロスポーツ選手の死亡事例は初めてであり、また厚生労働省によると国内で新型コロナウイルスに感染した20代以下の人が死亡した例は 同省が把握している中で初めてとされる。なお、勝負師の指去を受けて日本相撲協会は、協会員の内希望者全員の交代検査を行う、方針を表明した。最高位が幕下以下であるため死亡時点で引退発表は行われず、7月場所も休場として発表され通算在場所数にもカウントされているが、成績に休場は加算されていない。 9月場所の番付編成会議が行われた8月5日、正式に引退が発表された。ありがとうございます。